おはようございます。楽しい会議員の小泉一馬です。今日は、柳町の交番前で街頭演説させていただきました。で皆さん、連休いかがお過ごしでしょうか。連休明けましたので、お仕事、パワー全開で頑張りましょう。今日もね、小泉は、お話しさせていただいたことは、札幌がね、長野のスパイラルに興味を示していますよね。連休前、4月の20日前後にね、そんなニュースが出てきました。札幌がオリンピックやりたい、もう一度やりたいと言っているその中で、IOC が今ね、協議しているその中で、長野のスパイラル、あるいはピョンチャンのね、ボブスレー、リュージュ、スケルトン施設、活用考えたらどうなんですかってことを言われてるらしいです。で、ほら見ろ、言わんこっちゃないっていうことなんですけど、小泉一馬、これはね、去年の3月、去年の3月ですからね、今年じゃなくて、すでに提案してるんですよね、札幌との連携、研究していけ。で、去年の12月にもやりましたよ。で、一番早く言い出したのは小泉で、小泉の政策を IOC がパクってると小泉一馬言ってますけれども、だけどね、これ、やっぱりやってるべきですよね。で、いきなりね、札幌のオリンピックに長野が乗っかる、それ難しいかもしれない。じゃあ、どっかでやればいいかっていうと、まず、ソリ系競技の施設を国営化したものを用意してくださいということ。でね、これは、長野市もやってるんですよね。加藤市長がスポーツ庁長官鈴木大臣のところに行って頭下げたけど、いやーダメですよって言われてすごすご帰ってきたっていう、そういう顛末ありました。でも札幌もやってるんですよ。やっぱりね、国営のソリ種目ができる施設、国営でお願いしますってことを国に陳情して、やっぱりうまくいかなかった。そしたらね、長野と札幌、今度2人ですよ。政令指定都市。200万都市の札幌と、まあまあ、準政令指定都市の38万都市、長野市、それでもね、2つのオリンピック開催経験があるホストシティがね、陳情すれば今までと違う、少なくとも今までと倍の政治的効果があるはずなんです。これきちんとやっていくべきだ。で、その国営化施設がスパイラルに決まればね、それはもう自然と、札幌と長野のジョイントオリンピックの流れができる。だからここをまずやっていってほしいってことを小泉さんが6月議会でもう一度提案してまいる所存です。札幌長野オリンピックやりたいですよね。長野に経済効果、そして認知度アップ、ブランド力アップ、そしてね、ホストシティとしてのオリンピックムーブメントへの貢献、その使命を私たちに果たさせていただきたい。長野市民はそういう覚悟はあるはずですと思っています。一緒にもう一回長野市でオリンピックという夢実現に向けて頑張っていこうじゃないですか。今日の小泉一馬でした。ありがとうございます。イエイ。